谷口玄太郎は、日本のスポーツ評論家。鳥取県鳥取市出身。早稲田大学中退後、講談社、文芸春秋の雑誌記者を経て、現在はフリーとして活動する。1998年2月に開催された長野オリンピックでは、競技コース開発による自然破壊を理由に招致に反対した。また、東京都や福岡市が2016年の開催地に、 立候補したオリンピック招致運動にも一貫して反対している。2008年8月の北京オリンピックで日本代表を応援する日本人を偏教ナショナリズムとし、原爆詩人の作品を引用して、星のジャパンや日の丸の露出度を過去の侵略戦争に無反省なあり方、態度として問題視した。これに対して同じスポーツジャーナリストである二宮聖順は、 日本側を批判するのに中国側のナショナリズムを批判しない意見は公平性を書いていると読者に受け止められたと指摘した。後日、ジャーナリストの西村康介からもスポーツジャーナリストを称する人間が政治をスポーツに優先させろという趣旨の主張はスポーツを愛する者としてどうしても感化することができないと反論を受けている。九条の解散下の マスコミ球場の会呼びかけ人を務めている。ダイヤモンドオンライン、週刊新潮2008年8月28日号 NIKKANSPORTS.com。円の後から見えた、投資図マスコミ球場の会。ありがとうございます。